はい、皆さん、こんばんは、えー。今日はですね、えー、今もうコロナの問題で大変なことになっておりますけれども、えー、緊急融資について、えー、お話をしたいと思います。より具体的に説明をさせていただきたいと思います。まずはですね、えー、資金繰り支援として、えー、あるのがです、ね、セーフティーネット保証4号、それからセーフティーネット保証5号、それからもう一つは、えー、セーフティーネット貸付。 というこ,とでこれ4号と5号は、えー、保証協会付きの融資ですでセーフティーネット貸付っていうのは日本政策金融公庫がやってる融資ですどちらが借りやすいかこれ具体的に言うとセーフティーネット貸付です、えー、皆さんの方で一日でも早く資金調達をしたいという場合にはセーフティーネット貸付日本政策金融公庫に申し込みを行ってください申し込みの方法はインターネットで、えー、ものの5分でできます なので、えー、私個人の言い方としてはもう日本政策金融公庫に駆け込むという形でお願いいたします。でセーフティネット保証4号というのはですねこれは各市町村区役所に売り上げが20%減りましたよってことを、えー、持ってってですね認定証っていうのをもらってくるんです紙で1枚。でそれを持って保証協会や金融機関に行くという形になります。これは別枠でで保証が出ますので ももうう借り入枠枠がないいんんだっていう企業さんも別枠で出ますですので保証協会で借りる日本政策金融庫で借りる私個人としてお勧めはできれば両方借りる優先的に政策金融庫を最初にやるそれから保証協会の4号をやるで私がまだ言ってないこの5号っていうのはこれはですね売上げが5%落ちた会社が申し込めますただしこれはですね信用保証協会80%保証ですそうすると えー、プロパーの銀行さんは2割を裸で貸さなければいけないのでちょっと若干消極的になるかもしれませんなので、えーまあ、全部借りちゃった方が本当はいいんだけどもお、まあ、売り上げ20%も落ちてないよっていうのは5号借りた方がいいいと思いますそれからもう一つこの最近ですね昨日出たのは、えーえー、危機対応ということで危機環境対応とかっていう言葉だったんですけどこの4号5号とまた別枠でお金が出ます。なので えー、政府は相当ですねお金に対しては、えー、サポーティブに動いてるっていうことを今日はお知らせしておきたいと思います。えとりあえずですね今日は借り入れのとこだけメインにお話をしましたどううもありがとうございました。